創立時の日本キリスト公会と1922年の会堂。2020年現在の横浜海岸協会日本、キリスト公会は、1872年3月10日に横浜公会として設立された日本で、最初のプロテスタント協会。現在は、日本キリスト協会、横浜海岸協会。我が輩の公会は宗派に属せず、 ただ主イエス・キリストの名に、いて立てるところなれば、単に聖書を標準とし、是を信じ、是を務むむる者は、海ゼキリストの僕、我らの兄弟なれば、各中の各員、全世界の信者を同志して、一家の信愛を尽くすべし。是ゆえにこの会を、日本キリスト公会と称す。横浜海岸教会の創設者、ジェームス・ハミルトンバラ1961年に来日した。 改革派船橋らは、1868年、現在、横浜海岸協会のある、居留地167番に、小さな街道を建てた。聖なる犬小屋と言われた、この街道は、外側が、不入りの伊豆市の石像作りの小屋で、間口二軒、奥行き島ほどであったと言われている。1872年の創立時に、首都信条に基づいて、 公会定義を作成した。1873年には東京に姉妹教会が設立された。1874年には日本キリスト公会となり、福音同盟会の旧家場を信仰課場とした。ただし、もともと福音同盟会の旧家場は超教派での働きのための協力基準であり、教会の信仰課場とすることを意図して作られたものではなかった。 これを、教会の信仰過剰としたことから、日本の長老教会の簡易信条主義が始まったと言われる。1872年3月10日の、教会形成時日本人信徒は9名の青年と2人の、中年男性からなる、計11人であり、j 一バラが仮牧師となった。この時の青年長老は、押川正義太青年、篠崎慶之助ら、 中年男性の小川義水が、長老を、二村森蔵が、羊に任命された。バラが奨励し、長老案主式を行った。日本キリスト公会の群れは、横浜バンドといい、この流れは、日本の長老派協会と、協会合同に受け継がれた。日本キリスト公会の理念とされた合同は、日本キリスト教会において、公会主義と呼ばれて理想化され、この実現が、 合同協会の日本キリスト教団だとされた。だが、協会合同のエキュメニズムに反対する立場の渡辺忍は、公開主義の存在を否定している。また、日本キリスト公会は、長老性を採用する改革派と長老派という、同質の教会であったことから、公開主義を強調するのは無理だとの指摘もある。 日本キリスト公会は1877年10月3日に設立された日本キリスト一致協会に継承されたが、日本キリスト一致協会は、簡易信条主義を取らず、歴史的なプロテスタントの信仰告白を持つ、信条協会であった。1875年に、協会堂が建設されて、横浜海岸協会と解消された。 1923年の関東大震災で、教会道が消失する。1887年の日本、キリスト教会横浜海岸教会15周年の記念撮影現教会道は、震災の10年後の1933年に、再建された。1945年戦災を免れて街道は、無傷で、残り、新中軍による、集会 GI。 ゴスペルアワーの集会にも使用された。1949年宗教法人堀のうち、キリスト教会と四日市長老教会と共に、日本キリスト長老教会を設立するが、翌年日本キリスト長老教会は1950年、解散する。日本キリスト教会再建とともに、横浜海岸教会は、日本キリスト教会に所属して、今日に至っている。 2015年再建82年ぶりに大改修工事が行われた。2015年5月10日に改修完成礼拝が行われ、これを機に毎月1回一般公開するようになった。北緯35度26分49秒統計139度38分38秒、北緯35.44694度統計139.64389度。 35.4469439.64389現在の訳語では、教派、それでも、主の民として、P146、井戸柿、明、ら、日本人であることとキリスト者であること命の言葉者、P94、明治初期神戸伝道と D.C. グリーン、シ芸ヨシ日本、最初のプロテスタント教会、横浜海岸教会、82年ぶりの、 大回収新たに月1一回の礼拝堂一般公開もありがとうございます。